はい、どうも、ストクロックです。今日はですね、ダスゴーさんから LG3DX レーザーレベル、こちらを提供していただきましたので紹介していきたいと思います。でラスゴーさんは今回で3機種目になるんですけど、前回ね LG3D っていうのを紹介しました。で今回は LG3DX ってことで、まあ、この X が追加されてるんですよね。まあ、実際何が変わったのか、まあ、今回は紹介できればなと思ってるんですけど、まあね、この届いてびっくりしたのがまずめちゃめちゃ小さいんですよ。これがね以前紹介した LG3D ですね。横に並べてみるともう箱だけでこんなに違うんですよね。どっちかというとシグマンのレーザー墨出し機と同じぐらいのサイズかなと思うんですけど、まあ、とりあえずね開けてみて中を紹介できればなと思ってます。ドンと。はい、ということで、まあ、ケースの大きさは違うんですがデザインは同じような感じですね。ラスゴーのロゴがあって、でこのファスナーおしゃれな黄緑になってますね。あ、でもちょっとなんか質感が違うかな。今回の方がちょっと布っぽい。前回のはあのなんかウェットスーツみたいな素材だったんですけど、ちょっと変わったかなっていう感じですね。では早速開けていきたいと思います。ドン。はい、こうかな。まずねマニュアルですね。ユーザーマニュアル、ラスゴーさんはしっかり日本語で書いてますので、まあ、初めて使う人でもね問題なく使えるかなと思います。説明書の次は USB のタイプ C ケーブルですね。タイプ C、タイプ A のケーブルが1本、長さはそんな長くないかな。こちらがラスゴーさんの LG3DX っていうモデルになります。本体めちゃめちゃ軽いですね。そして結構コンパクトで、コンパクトなんだけど今回もフルラインのレーザーになります。水平ラインが1本と垂直ラインが2本、3本出るようなフルラインレーザーになっております。あ、ここなんか操作パネルもボタンが突起してて押しやすい感じになってますね。まあ使い方はねいつも通りだと思うんですけど、あ、バッテリー入れる場所がありませんね。ってことはこれ本体充電なのかな。この中にバッテリーが内蔵してるのかなと思います。ってことはやっぱりシグマンに似てるのかな。で続いてこちらが L 型のブラケットですね。で特に高さ調整できるような機構はついておりません。マグネットが2個、プラス木ネジなんかに引っ掛けられる穴、あと本体取り付けのネジですね。本当に簡易的なブラケットになってます。あ、来ましたね。まず今回の変更点その1ですね。これリモコンが付属されてます。で前ね、ラスゴーの LG3D にはリモコンがなかったので、これはね一歩進化したなと思います。ってことで入ってるものはこれだけですね。でケースもねスポンジでかなりふかふかした素材になってますので、まあ、持ち運びにはね非常に便利、そして軽いですね。やっぱりこのソフトケース私かなり好きなんですよね。おさらいをすると、説明書、 USB ケーブル、本体、リモコン、 L 型のブラケット、こちら5点入っておりました。バッテリーがないので本体に充電するタイプだと思うんですよね。早速ね充電まずしてみましょうか。じゃないと始まらないので。あ、本当に短いな。うん、30センチぐらい、俺のこれで20センチぐらいだから、あ、もっとあるな、50センチぐらいあるのか。40センチから50センチぐらいのケーブルですね。本体の裏面っていうんですかね、この背面にね USB の差し込み口があるので、ここタイプ C ケーブルを挿すような感じになってます。USB のアダプターはついてませんので、そこだけ注意してください。ちょっとこのケーブル短いので、今回は別のケーブルで充電させていただきます。はい、こんな感じですね。ここにバッテリーのインジケーターありまして、今4つ目のところが点滅しているの分かりますかね。まあ、これではっきりしたんですけど、間違いなく本体にバッテリーが内蔵されていて、直接ケーブルを差し込んで充電するタイプってことですね。なのでバッテリーを入れ替えるとかそういったことはできないタイプになります。本当にだからね、シグマンとかなり同じような仕様じゃないですかね。本体充電のリモコン付き L 型ブラケットっていう感じで、これちなみに差しっぱで起動できるのかな、ちょっとやってみますか。電源オン。あー、つくつく。これ USB 差しっぱなしで起動できるタイプですね。これならすごく使い勝手いい。もちろんね持ち出して外でタイトンに使うってことであればバッテリータイプの方がいいのかもしれないですけど、 DIY の人はねマジでこの仕様で十分かなと思います。ではね、このまま機能の説明に移りたいと思います。まずここに操作パネルがあります。この左のボタンですね、これを長押しすると、はい、電源がオンになります。起動してからなんですけど、この電源ボタンをね押すごとに色の濃さ、要は照度ですね、これが変わってきますね。とりあえずマックスで出てますけど、1回押すとちょっと暗くなって、もう1回押すともっと暗くなる、でもう1回押すとさらに暗くなるっていうことで、この4段階から色の濃さ、照度を選べるような感じになっていますね。ちなみに一番薄い状態にして電源をオフにして、
また起動すると一番マックスの状態で起動するような形になります。なのでこの色の濃さっていうのは記憶されるわけではないですね。隣にある H ボタン、この水平ラインがこの H ボタンで切り替わる。で最後に V1、V2 ボタンですね、一番右にあるボタンになります。これを押すと垂直ラインが切り替わります。1回、2回、3回っていう感じですね。で4回目でまた両方点灯するということで、こんな操作になりますね。でプラス今回はリモコンがついてるので、こっちにもね同じようなボタンが4つありますと。でリモコンの方は V1、V2 ボタンが独立してますので、リモコンの方だとそれぞれ独立した操作ができるのかなと思います。で今いきなり使ってみたんだけど、リモコン最初から電池入ってますね。でこれ電池交換どこでなんだろうね。このちっこいネジ4つ外して取り替えなきゃいけないかもしれない。はい、ということで今ね一通りボタンの説明はしたんですけど、一番最後にこのスライドですね、振り子のロック、このスライドスイッチの説明をします。これはねまさにいつも通りなんですけど、今マニュアルモードで起動してるので、本体をどんな角度にしてもそのまま素直にレーザーを出してくれてますけど、振り子のロックを解除します。えい、そうすると点滅しましたよね。振り子のロックを解除するとオートレベリングモードになりますので、プラスマイナス4度以内であれば自動的に水平垂直に補正したラインを出してくれます。ただ今プラスマイナス4度以上に傾けてますので、補正することができませんよっていう意味合いでレーザーが点滅してます。これ試しに台の上に置いてみます。はい、そうすると点滅が止まって今水平垂直のラインが勝手にオートで出ているって感じになります。まあ、たまにマニュアルモードも使いますけど、おそらくメインはね皆さんこのオートレベリングのモードで使われることが多いかなと思います。振り子のロックをすると電源オフ、振り子のロックを解除しても電源オンになると。マニュアルモードでオンにする以外は全部こっちの操作でいいと思います。横のスライドスイッチのみの操作ですね。はい、最後にパルスモードですね。まあ、DIY で使う人はあまり使わないかもしれないんですけど、まあ、受光器を併用したねパルスモードっていうものがありまして、まあ、日中でもね見やすくなるようなモードなんですけれども、でオートレベリングモードで起動していただいて、電源ボタンですね、この一番左のボタン、これを長押しします。3秒以上長押しです。そうするとちょっとちっちゃくて見えないかもしれないですけど、ここのインジケーター、これ点滅するとパルスモードになります。でパルスモード使用中はこの明るさの調整はねできなくなりますので、でパルスモードをまたオフにしたいときは電源ボタンを長押しすると、そうすると通常の起動に戻ります。ということで機能の説明は以上になります。続いて仕様の説明です。レベリング精度プラスマイナス 0.3mm、 1メートルごとに 0.3mm ぐらい誤差があるよってことですね。でオートレベリングの範囲はプラスマイナス4度、で電源は 3.7V で、内蔵バッテリーは 4000mAh のリチウムイオンバッテリーとなっております。で IP54 防水防塵の機能がついております。でリモコンの作動範囲は 80m までです。で本機には3年保証がついております。3年保証がついているのでね、かなり安心して使えるのではないかなと思います。ではね実際に他の機種と比べてどうなのかっていうところで、いつも通り比較検証していきたいと思います。一番左が今回のラスゴ LG3DX、 真ん中がシグマン、一番右が以前紹介したラスゴの LG3D となっております。今回はね、まあ、似たようなこの3機種で比較していきたいと思います。改めて見てみるとシグマンとラスゴかなりサイズ感似てますね。若干一回りラスゴの方が大きいかなっていうぐらいでほぼ一緒ですね。でちょっと分かりやすくするためにこのシグマンだけ台座に乗せてちょっと高さを変えてます。で今ねご覧になっていただいている通りレーザーを実際に照射してるんですけど、画面を上に向けるとこんな感じでございますと。実はこれ1回並べて光らせてみて、明るい順番に並べてみました。で一番明るいのが一番右、これラスゴーさんの LG3D、 これが一番明るいです。で次に明るいのがこの真ん中のシグマンで、一番暗いなって感じたのが残念ながら今回の LG3DX と、まあ、肉眼で見る限りではやっぱりこういう順番になるかなと思います。で今回の LG3DX と以前紹介した LG3D、 太さはね同じぐらいなんですけど、明るさはね以前紹介した LG3D の方が明るいです。これはね紛れもない事実ですね。肉眼で見たら、やっぱりこっちの方が明るいですね。私はそう思います。でシグマンが一番線が細いかなっていう印象ですね。でこのシグマンと LG3D に関しては LG3D の方がやっぱりちょっと色が濃いなって感じるんですけど、こっちは若干線が太い、でシグマンの方が線が細いっていう感じですね。なので繰り返しますが、明るさで言うと1位が LG3D、
2位がシグマン、3位が LG3DX と。で、線の細さ、一番細いのはシグマン、2位は同じぐらいかな。このラスゴーさんの2機種は同じぐらいの線の太さかなと思います。で、垂直ラインなんですけど、ちょっと試しに上の方に行ってみましょうか。グイーンと天井を今映してます。ちょっと線が揺れちゃって申し訳ないんですけど、なんて言ったって今カメラを手で支えてるんですよね。そのあたりはご了承ください。で、並び順は先ほどと一緒です。で、この天井を見ていただくと、こっちの方が明確にわかるかなと思うんですけど、一番右のラスゴ LG3D が一番明るいですよね。天井を見てる限りではシグマンより一番左の LG3D の方が若干明るいかなっていう感じもします。ただ線がやっぱり太くてシグマンが一番細いかな。天井の線の太さのランキングでいくと、一番細いのは真ん中のシグマン、次に細いのが一番右の LG3D、 最後に一番左の LG3DX と、そんな順番になるのかなと思います。はい、ということでいろいろテストをしてみたんですけれども、残念ながら今回の LG3DX が個人的にはね、一番ちょっとレーザーの質が良くなかったかなと思います。まあ、強いて良さを上げるとすれば、外の明るい時間帯でレーザーを使うと、やっぱりねパルスモードを使わないと非常に見づらいものになってしまうんですけど、まあ、線が太い分、まあ、シグマンよりちょこっと、同じぐらいかなっていう感じまでは持ってけました。まあ、要はあんまり変わらないってことですね。まあ、日中に関しては正直明るいとどのレーザーも見づらくなるので、そこまでね差がね分かんないんですよね。正直もっと高いレーザーの機種になれば日中でも差が出てくるんですけど、正直このクラスになると個人的にはあまり変わらないなっていう印象なんですよ。明るい場所だと総じて見づらいんですね。まあ、シグマンとの比較になってしまうんですけど、まあ、シグマンよりはねちょっと頑丈にできてそうな感じがするので、まあ、ゴツゴツしててね、グリップなんかもついてるので、まあ、こっちの方が堅牢性は高そうだなっていう印象です。まあ、あくまでも印象なんで実際はどんなのか分かんないですけどね。で、もう一つ、これは良い点でも悪い点でもないんですけど、この L 型のブラケットですね。これね、シグマンに付属の L 型ブラケットと全く一緒です。本当に全く一緒。これも名前書いておかないと分かんないですね。もう裏面も何から何まで全く一緒なんで、まあ、おそらく同じ製造ラインで作られているブラケットなのかなと思います。まあ、リモコンとかに関してはね、形状は全く違うんであれなんですけど、まあ、本当このブラケットは全く一緒です。個人的にはね、バッテリーなくてちっちゃいタイプの方が好きなんですけど、まあ、正直ね、これを買うんだったらね、こっちの方がいいんじゃないかなって気がします。これね、実は値段もあんまり変わらないんですよね。今回紹介したやつの方がちょっと安いのかな、1万ちょっとで買えるってこと で、こっちの方が若干高いんですけど、でもね、こっちの方がレーザーの質的にはいいので、この LG3DX より LG3D の方がいいんじゃないかなって個人的には思います。まあ、LG3D になくて今回の LG3DX にはあるっていうものはね、まあ、このリモコンなんですよね。なので、どうしてもこのリモコン遠隔操作したいってことであれば LG3DX を選ぶ価値はあるのかなと思うんですけれども、まあ、そうじゃないよと、全部手元で、まあ、近場で操作するよってことであれば LG3D の方でいいのかなっていう気はしますね。値段を下げて全ての機能を盛り込んだ、足りなかった部分を補ってきた、まあ、そんな印象を受けました。このレーザーの質だけで比較するとちょっとイマイチかな、まあ、ラスゴーさんの新型にしてはちょっとイマイチかなっていう印象を受けました。まあ、まとめると、まあ、リモコンが欲しいかそうではないか、まあ、それぐらいかなと思います。あとバッテリータイプがいいかそうじゃないかっていうところですね。レーザーの質だけで判断するんだったら、私なら LG3D の方がいいかなって思います。またね、こちらのラスゴーさんの製品は概要欄の方にリンクを貼り付けておきますので、気になる方はチェックしてみてください。おそらく割引クーポンももらえるので貼ってあると思います。ということで、今日はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。